試合で使えるミスマッチの作り方知ってる？何が起こったか分かりましたか？スローでもう一度見てみましょう。分かりましたか？分からない人のために解説します。背が低い人が背が高い人にスクリーンをかけるとできます。 170cm の人が 175cm の人にスクリーンをかけ、 20cm のミスマッチができました。体をぶつけて動きを止めて簡単に得点することができます。では最後にもう一度皆さんも使ってみましょう。